はーい。おはようございます。沖縄、おばばでございます。はい。えー、まああの子たちがね、おねんねしております。かわいいんですよね。はい。えー、皆さんね、今日ね、えー、まあ那覇市は、あ曇りドキ,ドキ晴れで、しかも気温が高いです。はい。えー、長袖のね、一応、あの、ブラウスを着てるんですけど、暑いです。はい。今日は25度ぐらいまで上がるみたいです。はーい。まあ なんていうかな。もう、もう、沖縄は、ぼちぼち、半袖ですね。はい。えー、まあ、そういう感じでございます。はい。えー、皆さんね、今日ね、また、あの、いろいろニュースが入ってきてますけど、やっぱりね、変な事故増えてますね。はい。変な事故は増えるし、自然災害も増えています。はい。えー、まあ、本当にね、あのー、 いつどうなるか分かりません車運転してる人は。はい、えー。自分は大丈夫であっても、なんかね、急になんかおかしなところから出てきたりとか。はい。えー、いろいろありますから。なんか、あ今回のね、あのー、事故もそうだったみたいですね。なんか、あのー、まあ、おじいちゃんですね。71歳のおじいちゃんが正面衝突してきたと。 はい。なぜかはからないと。まあ、軽症なんだと。はい。えー、で、まあ、かわいそうにね、巻き込まれてしまったご家族の、えー、一番ちっちゃいね、赤ちゃんが、なんか、今大変みたいですね。えー、まあ、早くね、ご回復されることをお祈りいたします。えー、こういう感じで、なんかね、わけのわからない事故が増えてます。はい。えー、ほんとね、 気をつけましょう。街の中。街の中がね、ゾノンビだらけになってます。はい。えー、まあ、言いたくはないですけどね。ただ、食べてる人全員というわけではないんで、これね、ちゃんとデノトックスやってる方は、あ、多分こうならなくて済むとは思うんで、えー、きちんとデノトックスはしてください。はい。えー、まあ、 なんていうのかなそれがご自身を守ることでもあり、またね、食べてない人たちも守ることになります。はい。えー、そういうことでございます。でのトックスですね。はい。こちらの方をお願いいたします。はい。えー、もう一つなんですけど、 まあ、これも自然災害ですね。自然災害と言っていいのか、人災と言っていいのかわかりません。はい。まだ原因が分かってないんでね、これね。でも多分ね、工事のせいなんじゃないかなとは思います。はい。えー、崖崩れがありましたね。えー、今後ね、あのー、近くでね、工事してて、しかもね、えー、崖の近くに住んでる方はあ、崖の近くとか崖の上とかね、えー、本当に気をつけないといけないことになるかもしれません。まあ、 今年なんかね、非常にあのー、自然災害多いんですよ。まあ、年年回り的にね。えー、まあ、なぜかはあ、詳しくは言いませんけど、まあ、歳回り的に自然災害が多い年です。はい。えー、なので、えー、こういったね、あのー、崖の付近ですね、崖とかね、 はい、えー、そういったところの、まあ、ちょっと危ない感じのところですね。えー、に住んでらっしゃる方はあ、どうぞ本当に注意してください。えー、まあ、引っ越せるんだったら引っ越した方がいいと思います。あのー、物件ね、えー、まあ、まあ、物件ね、あのー、安くならないうちに、はい、高いうちに、はい、えー、まあ、ね、住み替えっていうこともできるんで、えー、まあ、ここら辺ですね。 え、なのでね、あのー、本当に、あのー、気をつけた方がいいと思います。あのー、ね、せっかく食べてなかったりとかね、備蓄してるのに、自然災害でおじゃんって、あのー、ちょっとね、ちょっとあれなんで、はい。えー、まあ、今後ね、いろんな本当に方面にね、気をつけていかないといけなくなってきてます。はい。もう、しょうがないです、これは。もう、大半の人が食べちゃってますし、もう自然災害はね、まあ、 いろいろとね、あってね、多くなりますから、はい。えー、まあ、そういうことでございます。まあ、地震にも気をつけないといけないですしね、こういったね、地盤が緩いところに住んでる人は、特に気をつけてください。まあ、地震なんかはね、埋め立て地、埋め立て地に住んでる人は本当に、えー、気をつけてください。えー、なのでね、えー、自分が住んでるところが埋め立て地かどうか、あーちゃんと調べた方がいいかと思います。はい。 もう埋め立て地だとね、やっぱりあのー、地震が来た時なんかに液状化しますんで、えー、それがやっぱりね、えー、まずいなぁと思ってます。はい。なので、地盤がね、ちょっと硬いところに移動する。はい。これがね、やっぱりあのー、一番なんじゃないかなと思います。はい。今ほら、あの、高層住宅も増えてますし、えー、ちょっと怖いなと思ってます。はい。 えー、まあ地震なんかがあった時ね、高層住宅が壊れるっていうんじゃなくて、まあどっちかっていうと、上からね、ガラスが降ってくるとか、そういった災害の方があ多くなるんじゃないかと思うんで、えー、まあ,あ、ここら辺ですね。はい。えー、なるべくね、あの、高層住宅が多いところはあんまり住まない方がいいかと思っております。はい。えー、そしてね、あと、あれですね。 えー、海とか川の近くですね、えー。やめといた方がいいです。はい。あと、埋め立て地ですね。えー、まあ、そういうことで、まあ、地盤がね、硬いところに、はい、い。いくら山、山の近くであっても、崖ではどうしようもないですからね。はい。えー、今年は本当に自然が、自然災害が、と言われるものがね、多くなる年回りです。なので、えー、皆さん本当に気をつけてください。はい。 えー、朝からこんな話して申し訳ないです。はい。えー、今日はね、朝、あのー、日曜日なんでね、えー、はい、えー、いつもの通り3時から、あ、ライブをさせていただきたいと思います。皆さんどうぞね、振るってご参加ください。はい。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。